男子の、ね、半分以上はモテないしパッとしないし仕事もろくにできへんねんもうこれ現実しょうがないことやよ男がねしはだからさっきも言ったように女の人みたいに幸せを目指して生きる生物と違うと僕は思ってんねんなんかねあの自分の幸福よりも生きる目的とか意味っていうふうなものを上に置いてしまうねんなそれがより人間らしい男らしい行動であると思ってしまうなんでかといったらそれは僕らがロボータやから そういういな快感を刷り込まれてんだから逃れられらん女性というふうなものが本来の人類の形であって男はそこから派生してできたもの繁栄と戦争のための専用兵器やねんな僕ら男っていうのは。 男はこうであらなければとかですね、女は女らしくなければっていうですね。まあ、そういうことを言う人は最近減ってきたりですね、あの人に言うのはなんかね、あのもう許されないというかですね、まあそれはいかんという風潮になってきてるんですけども、まあもちろんあの性別による生き方をですね、強制するつもりないし、男らしさ、女らしさという考え方を窮屈に感じる人がいるのは、まあ,あの承知しています。ただそうは言ってもですね、 昭和時代の男ですよね。つまり昭和時代にも青春を送っちゃってですね、大人になっちゃった人にとってはですね、まあ、男ってこうじゃないのかとか、こんな風に感じるものじゃないかという思いっていうのはあるはあるんですよね。えー、今日はそんな性別について、特に男性論についての話です。えー、こんばんは、岡田不祥前美です。えー、今日の話はですね、だから、 まあ、科学的な根拠は全くないんですよ。科学的なものは全くなくてですね。僕がこれまで生きてきた、まあ、65年の人生の中で生きてきた中で感じたことを言ってるんですね。まあ、本当にそれってあなたの感想ですよね、の感想に近い部分ですね。あのー、君たちはどう生きるかではなくてですね、俺たち昭和男はどうやって生きてきたかという話なんですけど、宮崎駿のアニメに出てくるその男性論、女性論というのも、そんな感じだと思いますよ。で、あの、世代的に言うと、 秀明がですね、そこに囚われてて、まだそこに囚われててそこからどうやって抜け出そうかになっていてで多分その平成生まれぐらいの作家の人たちはそういうのからもう解放されたような形になっているのかなという気がしますねただ男と女そして、まあ、現代社会でも起きている恋愛不全についてかなりあの本音で喋ってる回でもあります、えー、この回を聞いてですねあのこの話聞いいいてて全く当てはまらない人いれば、 あの、ちょっとわかる人もいると思うんですけど、それはね、その人の年齢というよりは、心の中にある世代。 みたいなものじゃないかなと思います。まあ、俺の話だと強く共感してくれる人もいれば、へえ、こんな考え方するんだという人もいる。まあまあ、それで、あの、大丈夫です。えー、感じ方それぞれなので、岡田都市にはこう見えてるという部分だけ、あの、受け取ってください。えー、今日の動画もですね、2012年1月5日に配信した岡田斗市夫ゼミ第8回の一部を切り抜いて再配信します。えー、追加のアップグレード情報もちょっとあるので、楽しみにしてください。それでは、ここから無料動画、スタートです。一回ギアが入ってしまう 関西弁にした方が楽やから関西弁のままでいきます、はい、あのさっき女の話をしてでこれは後で男につながるから聞いてちょうだいというふうに言いましたんでここから男の話にしますあのねまず前提としてはあらゆる生物のデフォルト原型は女やっていうふうなことを押さえましょうやえっ、ー、とね 生命っていうのは、まあ、無性生,生物から始まって、それが分裂したりして、いろんな生殖の方法、あの生殖と違うな、えー、種族を増やす方法があるんやけども、有生生物、オスとメスがある。生物はあるよね。それも大体、メスが原型やねんな。メスが原型であって、そこからオスという独自の形態が生まれたと。で、サンキュー。キリスト教の聖書というよりは、ユダヤ教とかでも別になった創世紀では、 まず神様は男を作ってその男の肋骨から女を作ったというふうなことを言うてるのでまるで男が原型みたいに考えてこれは世界中のね創世神話でも大体男が原型でそこから女を作ったというふうなことになってんねんけどもなんか大体そうなってるというふうなところがなんかちょっと僕は変やなと思うねんけど生物学的に考えると当たり前やねんけれども女性がもうデフォルトであってそこからの派生がオスや。 いうふうふに考えた方が、まあ、せ納得できるわわけですわで同じく人間も生物であるからには女性というふうなものが本来の人類の形であって男はそこから派生してできたものだと。で派生したのは何のためかというと僕が考えるにはというよりは多分あの,あのフロイドとか岸田衆とかの,あの心理学者のラインは同じ考えだと思うんやけども繁栄と戦争のための 専用兵器やねんな、僕ら男っていうのは。つまり女の人人類は別に女の人しかおれへんかった人類なんかあるわけないなんやけどももともと女性しか必要としてなかった高等な猿の人類というのはそれの繁栄と戦争のために男という初号機決戦初号機を開発したこういうふうに考えるっているわけです僕は。で戦争というのはまあ当たり前やねんけども自分 以外の種族を滅ぼして自分たちの種族の生存確率を上げる。種族とは何かというと、自分たちの母系社会やね、母親として子供を産んだその子供、自分の子供や自分の周りの子供たちの生存確率を上げるための行動が戦争であって、で、繁栄というのは何かって言ったら、女の人、女性全員ができるだけ飢え死にする確率を下げて、 で、同時に長生きするような確率を上げようっていうのがこの繁栄というものの基本やと僕は思ってるのやんか。で、それを維持するために男というのは生まれた。で、まあ、決戦兵器、初号機って言うんだけど、エヴァンゲリオンみたいなものな、ロボット。ロボットの語源は、えー、カレル・チャペックっていう、あのー、チェコの作家が書いた RUR、ロッサム・ユニバーサル・ロボットっていうのが、あのー、もともとの、うん、戯曲、 があってで、そこから出てきた言葉やな、ロボータと。ロボータというのはチェコ語で労働というふうな意味で、労働するために作られた専用の機械、人造人間というのがロボータ、ロボットというやつやね。1920年代やったと思う。その頃に発表された作品や。で、男というのはこのロボータではないのかなと。えー、本来やったら、なんやろな、女の人みたいに生きていくこととか、子供を作ることとか、自分が楽しいことというふうなことを目的に生きていけるはず。 人間も動物やねんから、それでええはずやねんけども、男って違うねんな。なんかね、人生の目的とか意味とかに強く心が惹かれんねん。僕ら男っていうのは。なんでかって言ったら、なんかね、あの自分の幸福よりも生きる目的とか意味っていうふうなものを上に置いてしまうねんな。それがより人間らしい、男らしい行動であると思ってしまう。なんでかって言ったら、それは僕らがロボータやから、そういうふうな快感を刷り込まれてんねんな。そこから逃れられへん。で、 なんそういう仕組みに気が付いてしまったりもしくはロボータをやめてしまったオス男というのもおる、まあ、そういうのを装飾系ということもできるしまあんやろうな戦いから降りてしまった人っていうふうなこともできるつまり男でありながらその男という役割その女のための決戦兵器として、えー、戦闘と繁栄のために使われるのは俺やだよと俺かってんかこう女の人と同じように楽しく美しく生きていきたいよというふうな形で この戦場を降りてしまった男というのを持って、そういうふうな男は、何ですかな。だん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 こう増えてきてるというふうに僕は思っている。さて、そういうね、まあなんかこう男の話なんですけども、うん、男がね、は、だからさっきも言ったように、女の人みたいに幸せを目指して生きる生物と違うと僕は思っているね。これは自分が男やからそういう美意識とか、 なんでしょうね。背中で泣いてる空自死ボタンみたいな価値観を持ってるからかも分からへんねんけども、基本的にはなあの、ロボットアニメを見て心惹かれるとか、特撮ヒーローを見て心惹かれるのは、目的のために自分の命を捧げるとか、全体のために俺は頑張るんや、みたいなものを見て、激しく心動くやんか。それは僕らがロボータっていう女の人から、そういう人種が、 同一種族の中におったらすごい便利やからというふうなことで作られたというふうに考えて別に作られたよりも古代女社会がこう顕微鏡を読んだことが試験管で合成したわけでも何でもないけどこういうふうに考えると割といろんなことの筒綱が僕の中で合うてるというだけやねんな。でそういう男が幸せに生きるかどうかっていうのはね結構女次第だと思うね。なぜでかっていうたらなんかねあの個人の幸福よりも生きがいとかなんだろうな仕事とかやりがい みたいなものを優先するっていうのを本能にしてる生物やから群れからはぐれたらものすごい不幸になるね僕ら男っていうのは群れから外れてしまった男っていうのは必ずなんかか,かわいそうな,になってしまうよな一匹狼っていうような人らもおんねんけども一匹狼は一匹狼の中で群れに属さずに何か分かってる人から尊,来尊敬されるっていう別の意味の社会性というのを求めてるだけであって完全に群れから離れた男っていうのは絶対不幸になるまあ別にそれは女もそうやねんけども でも、なんやろうな。さっきも言ったように、なんでその男っていうふうなものをやめようとするのかっていうと、この男であることっていうのが、本来自己犠牲っていうふうなものが、そんなに苦ではない生物であり、自己犠牲しながら競争したり、戦争したりするのが好きな生物である僕ら男にとっても、だんだん男であることが損であったり、辛くなってたりする状況ができてきてる。 ここら辺がなんかまずいところをちゃうかなと思うのやんか。っていうのは、男ってね、なんかね、男に生まれてくるわけでも何でもないと思うのやんよ子供の頃、俺、男女の一番の差っていうのは、生物学的なものっていうよりは、生まれた時の母親の教え方みたいなものがすごい大きいと思ってんねんけども、子供の頃、子供同士がこう走ってるやんか。で、こけるやん。で、わんわん泣くと。で、隣の子がこけた時に、女の子が一緒に泣いてたら、褒められんねん、母親に。優しいねって言って。 あんたが転んだでもないのに転んだ子のために泣いてあげるなんて優しいねって言って褒められる。つまり女の子っていうのは自然と共感とか情緒っていうのは伸ばすと母親から褒められるというプログラムをかなり生まれて早い段階から溝に強く掘られるからだからそこら辺で共感能力っていうのは掘っといても伸びていくる。もちろんこの大脳二つの右脳と左脳との間に太い脳量が走ってるってことも関係してるのかわからへんけども後天的に母親からそういうふうに言われてるのもすごく大きいと思う。ところが男子の場合違うんや。 男子の場合、自分が転んでも泣かんと我慢したら褒められんねんな。偉かったな、さすが男の子と言って褒められんねん。女の子の場合、泣けへんかったら、なんかこの子は芯が強いけど頑固そうやっていうふうに、褒められるかもわからへんけど、やや否定的に言われる。でも男子の場合、泣くのを我慢したら、母親は必ずほろっと来て、めちゃくちゃ褒めんねんやんか。そういうわけで僕ら、男子っていうのは、自分の肉体っていうふうなものをないふりをする。暑かった時に暑いと言えへん。寒かった時に寒いと言えへん。 痛かった時に痛いと言えへんという肉体性を無視する生き物になってる。これも人工生物やからできることやねんな。だから、女の人がよく、なんかあの人最近顔色悪いけど大丈夫ですかとか、あと、何やろ、身体感覚というものすごい敏感やん。それは28日周期で生理が来て、自分自身の身体感覚に敏感にならざるを得ないっていうのもあるんやけど、子供の頃から自分の身体感覚、他人の身体感覚に共感して敏感であろうとする生物やからであって、 僕ら男子はその自分の中の辛いとかしんどいっていうふうなものを無視すれば無視するほど男らしいと褒められる生き物。こういう男女差が割と強くあると。で、そんな、まあ、なんやろうな、我慢するのが当たり前の男であっても、なんでしょうね。さっきも言ったように群れから離れて、で自分自身の居場所がないというのはすごいしんどいと。で、話をその男と女というか、えー、モテの話に戻すな。 これさ、なんかあの、モテ、モテないとか、ヒモテの男子が増えてるのは、何やろうな、めちゃくちゃね、もったいないなと思うねん。もったいないなっていうのは、間違ってるっていうと言うてもえねんな。間違ってると思うねやんか、ヒモテの男子が増えるのは。で、あのー、この番組の告知で、それは女の責任かもよっていうふうに書いたのはもう半分本気やねんな。で、同時に、 女の人のお一人様っていうのが増えてるわけやん。つまり、女の人が30、40超えて50近くになって、え結婚する相手っていうふうなものを決められへんで一人暮らししていて、で、これは、この、このままでお一人様の老後ですねって言って、上野千鶴子みたいな人が、それは当たり前なんやとか、そういうふうな中で生き抜くっていうふうなことを言うてんねんけども、<laughs> やたらなんか、紐手で苦しんでる男がおる一方で、なんやろな、お一人様が増えていて、 両者もにそれで楽しそうな顔ではないねやんか。なんじゃこれはと。どないなってんねよ。一体どこら辺から間違おうたのよっていうのが僕の正直な感想ですよ。で、なんやろうな。これね、僕が思うに女の人の社会の運用ミスやと思ってんねん。ここら辺な。女の責任っていうのはこの辺やねんけど。運用ミスやねん。えー、っと、さっきも言うたように男っていうのは繁栄と戦争のための道具やってんから、 世界が繁栄とか戦争の余地がある間はこれでいけたわけよ。よ男たちに競争性とか繁栄を目指せとか戦争性っていうふうに言うてて、女たちは後ろで毛投げに支えてるような感じやな。それを作ってれば男女とも大多数の人は幸せになれたり、その中で自分の相手っていうのを見つけれてんけども、その繁栄とか、なんやろう、戦争っていうふうなものがある限界に達してしまうと、女の人が恋愛っていうふうなものを はっきりと表面に出して言ってしまうと、どういうことが起きるのか。さっきも話した通り、恋愛っていうのは創作物やから、基本的に実は人類の7割まではできへんもんやと僕は思ってんねやんか。あの、古典的な恋愛っていうのに違い古典的な何やろうな、結婚生徒親に言われたからするとか、えー、近所の人で、えー、似合いの人がいるから紹介されたんでくっつくっていう、この古典的な結婚観、恋愛観っていうのに違って、 20世紀の後半になってからメジャーになったようなこの世の中には自分の運命の人がおってとかもしくは自分が好きな人を見つけてその人にアタックしてで振り向いてもらっているのが幸せであるっていう現代的な恋愛感やな。恋愛この現代的な恋愛観で幸福がつかめる人って3割折れへんのんちゃうのというふうに思ってんるのかでこの3割折れへんのんちゃうのというような創作物として難易度が高いものを僕らの 生活の中に埋め込もうとした結果が、ひもて男性の増加であり、お一人様の増加であるという、男女ともにこう嬉しくない結論になってんだよな。この男女ともに嬉しくない結論に持っていったのは、その女性ではないのかな。 というふうなのが僕の考えやねんか。いや、反論はあると思うよ。例えば、それは女性誌に書いてあるにしても女性誌の編集者は男やないかとか、それらすべて恋愛というふうなものは経済を活性化するためやから、それもこれもすべて繁栄のために恋愛というふうなものを成熟社会の中に入れてんから、そこの付けが回ってきたというふうにも言えるんやけども。な。いやー、繁栄と戦争のために作った生物のちょっとね、 知りを持ってほしいなというか、<laughs> えー、責任取ってほしいなと僕は思うんやけどな。あの具体的に言うとね、うん、女性だけに責任を求ってめるのは酷やねん。酷やねんけども、ここはね、ぶっちゃけね、やってみた方がええと思うな。あのね、男子のね、半分以上は持てないし、パッとしないし、仕事もろくにできへんねん。 ここれ現実しょうがないことやだってうーん男子として生きてきたら僕ら周り見たらわかるやん自分ら含めても僕らの半分以上は6割とか以上はパッとせえへんしモテないし仕事もろくにで,けへんねんでもそういう男であっても使いこなすのが女子のやろな社会的戦略やと思うんやけどね。 このモテないパッとしない仕事もろくにできない男っていうのをいかに外していってそうでない男をゲットするのが女の幸せっていうふうにやったら結果どういう社会になってしまうかとお一人様が増えてしまう社会にな,なって日も手の男性が増えるだけやねんかで男子からこっから先打てる手ってあんまりないねん正直な話。 っていうのは男子のは男子の方でもう俺のこと好きになってくれる女だったら誰でもええねんっていう早いうちからなんか犬がこうお腹さらすような高3ポーズはもう取ってんねやんかなので男子の方で正直打てる手はもうあんまりないなので女子の方からじゃあどうすれば私たちはモテないしパッとしないし仕事もろくにできない男性と恋愛性とは言えへんよさっっき言たたように、恋愛みたいな、 ものは難易度が高いから、そうじゃなくて、カップルを作って、子供を作って、家族を作って、っていうふうなことをできるんやろうかっていう方策を、ちょっと考えてほしいと思うんだけどね。フェミニストの人らは、お一人様の老後に備えるというふうなことを、もうね、言うんやけども、そんなんあ、あの人らがそういう青春とかそういう人生を選んだから正当化してるだけであって、そんなんでええはずないって、みんな思ってるから、フェミニストの言ってることは半笑いで聞くわけやんか。 ぶっちゃけ、なんか S 田さんはえらい困ってるけど <laughs> 大阪弁直してくださいとのコメントいくつか直せるかな直してほしいちょっと待ってなおっしゃ直してくれやそのままで半笑いどっちでもあの女性の方にはどういうふうにするのかって言ったらこれはもう 頼りない男とか、ろくに働けへん男でもどうやって立て直すのかっていうのは母親からある程度聞いてるはずやねんけどね。あの、とりあえず褒めとけとか、男は顔を立てたれっていうふうに子供の頃言われていて反発したり、そうかなと思ったり、アホらしいなと思ったりしたかもわからへんねんけども、多分そこら辺にしか回答はないはずやねん。で、それはやってしまうと私は、 そんなことや、やるために大学に行ったんではないとか、ここまでのキャリアを築いたんではないっていうふうに思うかもわからないんだけども、俺あの言いたいのは、その方向ばっかり行っていくと社会が成立せえへんけども、えー、少なくとも男から打てる手はもうそろそろないですよ。女の人の方から、これは階段を降りるしかないですよっていうぶっちゃけ話をしてますので、ちょっと考えてみてください。で、これね、あの、そういう価値観を共有する社会っていうのを一緒に作れへんかったら、 うまく動けへんので、そんな社会が再構成できるかどうか分かれへんねんけども、頑張ってみてくだはい。で、どうすれば、具体的な処方箋として言ってみるんやけども、そこで、じゃあ私ら女はどういうふうにすればええのっていうのに対しての具体案が僕、彼氏三人理論やねん。つまり、彼氏三人作ってくれと。あらゆる女の人は。で、彼氏三人っていうのは、三股やねんけども、あの、 三人やったらどうでもええんちごって、一人目は君らが思うやりたい恋愛、いつも好きな人で噛めへん。二人目は、そうは言いながらも結局はこういう人とくっついちゃうというパターンあると思う。つまり、憧れの人と現実の人みたいな分け方でも噛めへん。でも、一枠憧れの人、二枠現実の人、なってきたら、三枠以外な人とか、こんな人も好きやなっていう枠が出てくると思うね。まあ、詳しくは先のブログのリンク先を読んで、彼氏さんにいるようなのを見てほしいんやけども、 そういうふうにするとどういうふうになるのかっていうと、男から言うと一瞬嫌いに聞こえるか分からへんよ。なんで女が三つまたして、それの相手っていうふうなことに納得せなあかんねんって思うか分からへんねんけども、ここまで乖離してしまった男女っていうふうなものをもう一回恋愛史上っていうふうなものを少なくとも過半数以上の人が参加できるためには、女の人の制限っていうのを外して、さっき言った 3, 3割ぐらいの人が少女じゃないと嫌やって言うてんけども、逆張りやねんやんか。 そういうふうに言うて、僕らが自分自身の出会いのチャンスとか、恋愛のチャンスをどんどん狭めていくよりは、女の人は彼氏3人まで作っていいよっていうふうに言うた方が、多分ね、その3人ともモテモテの男ばっかり行くような、そんなアホな女はそんなにおれへんと思うねんな。3人っていうふうに言われた瞬間に、女の人はやったら、僕、これ女の人いろいろな人言うてんねんけども、一人目は、 夢みたいなこと言うんやけど、二人目で現実点を模索し始めて、三人目で結構俺らみたいなモテへんかったり、パッとせへんかったりその男を選んでくれる女の人ってかなりおんねんやんか。で、こういうふうにすれば男性の課題の部分が恋愛市場にもう一回参加できることになるから、男子に対して俺言いたいのは女の人が彼氏三人作るのを許してはどうやろうか、ことと女の人に対しては、いや、彼氏三人作ってめえへんっていうふうなこと。 それがお一人様と紐手とに分かれてしまう状態というのを何とかする方法やねんか。なんかね、今、本来やったら、いや、彼氏彼女に縁がない、持てないって言うてるやつと、幸せな結婚なんですよっていうふうな人らがおるとして、これ、こういうグラフがあるとしたら、まあ、結婚してんだけど幸せというわけではないなっていう人が中心のボリュームゾーンで、本来こういうベルカーブみたいなものを描くべきやと思うのが、 なんか、こちら側の幸せな人の数は少ないのは相変わらずやねんけども、この中心地のである、最大多数であるべき、結婚してんねんけど、相手おんねんけど、彼女おんねんけど、彼氏おるんやけども、満点というわけにいけへんなというボリュームゾーンが急激に減って、こちら側の相手おれへんという人らが急激に増えてんねん。このバランスの崩れっていうふうなものを是正するのは、女子の 彼氏三人っていうふうなものを僕ら男子が認めて女の人がちょっと考えてみようかっていうふうに入ってきてもらうのが一番僕はええと思います。じゃあ、男はどうするこれはベストの方策ではないけど、ベタやと思うよ。女の人が彼氏三人っていうのは。で、男はどうするのか。ここで、お、外れてしまった。<laughs> いや、ええよ、ええよ、別に。ビッグダディですよ。あのね、女の人は彼氏三人モテやねんけど、俺男に対して言いたいのは 男は三家族持てやねん。家族を三つ持てやねん。あの、ビッグダディになれって言うてもええんやけども、男の場合はいくつの家族を支えられるかねん。つまり、女の人の場合は三人の男を好きになってええんやけども、男の場合は僕ら違う種族やから、三つの家族まで面倒を見てもええっていうことにすんでやんかで。その面倒の見方っていうふうなものが、 電話して応援するだけでもええしたまに行って家電の接続してあげるだけでもええし一緒に住んで暮らしの面倒を見るんでもええしお金だけ渡すんでもええねやんかそういうふうにやってあの男の人は男の人で余裕がある男はできるだけ広い範囲で3人っていうのを別に5人とか、まあ、3家族っていうのを5家族とか10か月に増やしてもかめへんその代わりそれぞれの家族に関しては自分の専属を約束させるんだっていうことやな なんか、俺を、お前を囲ってんねんから、お前は他の男と浮気するなと違って、3人までそれぞれの嫁さんには OK を出して、で、おまけに自分は複数の家族の面倒を見る。女の人は女の人で3人の彼氏を作るというふうにすれば、この、何やろうな、かなりこんがらがって、うん、解決策がないようなに見える、そのお一人様とひも手、で、恋愛市場にみんな参入できへんという問題は、もうちょっとどうにかなるかと思います。 そこら辺あたり、ちょっとね、今ずっと考えてる最中やねんけどね、あの、自分の嫁さんが他の人の嫁さんでもあるというような苦しみとか心の痛みみたいなのあるやんか。でもね、それ、嫁さん思うとはわかんねんけども、その嫁さんが会社の話してるだけで実は男は感じんねん。あの、自分の会社の上司がすごい優秀な人でとか、いや、なんかこう上司のボスの誰それがすごい、あの働か、働仕事のこと分かってくれてって言ったら、男は絶対、 に嫉妬すんねん。ねそれとと似たようなもんやと思う。ななもや思んかねかつてのようなある女の人を専属した,したら幸せというような時代ではなくなったし専属されるような女はつまらんし専属されてしまう女は話題がないから俺ら退屈やねんやんかなので女の人は外へ出ていくやしそこで自分と比較するからそこで苦しみは発生するに決まっているのでいやそんなことしたら俺は耐えられへんっていうに違って現地的にでも結婚とか誰かと付き合うと その人が他の人と自分と比較したり勝手に自分が比較されたと思い込んで嫉妬するというのはもう現実のものやと思って許容しようやないかというのが僕の提案であります。金と女の話で女の話っていうふうなところからじゃあどうやったらモテるんですかというのに関してはモテるのに関しては恋愛するんちごて面倒を見ることやと思うな。あのその女の人の 生活とか将来の家族含めて面倒を見ようっていうのを何人、何家族かに増やすというふうなことがこれからのモテ像やと思うし、だからといって、なんかね、みんな多分今心の中で考えている、妾みたいなものが何家族っていうような、そういうね、シンプルな関係ではないと思うねんだよな。例えば僕らは、あの、もう、 最近ブームが避けてしまったんやけど、カゴちゃんと杉浦太陽のカップルっていうのがあったやんか。で、そこではなんか子供生まれたりして、日本人が祝福みたいなのがあったやん。あれ何かって言ったら、カゴちゃんと杉浦太陽との家族っていうふうなものを、日本人のかなりの人らが支援してたわけやな。つまり、なんかこう、1パパ、2パパ、3パパっていうのがあったとしたら、みんな5パパとか、あか、辻ちゃんやごめん。カゴちゃんはそんなことになってへん、幸せになってへん、ごめんごめん。<laughs> 間違い間違い <laughs> ついちゃんえ何やろ俺らがやってきた支援っていうのは声援とかも含めて例えばあの夫婦ついちゃんと杉浦太陽との間に生まれた子供のとこが病気になったりしたら頑張れって言ったりこんな薬がいいですよというふうに応援したと思うのやんかそういうののサポートも含めて なんか、何家族持つっていうのの一つ入れたらほうがいいと思う。だから人間関係不得意やとか、やっぱり恋愛はとかって思う人は、薄い関係の家族を何家族か持つ。それは自分の親戚をもう自分の家族というふうに考えてもええと思うし、全然縁もゆかりもない芸能人を応援することでもええんやけども、そういうふうにやって着地点っていうのを探せへんかったら、俺ら群れで生きる社会的生物の男は、男をやめて気楽に生きるっていう、なんか女になられへんのに女化するか、 なんやろな、やろすごい孤独感をかみしめていけるのかどっちかしかないと思うんで落としどころを考えていった方がええと思います。 はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。あのー、まあ、動画の中で話していたですね、彼氏三人理論ですね、もう今まで何度も紹介してきたけども、その度に微妙にですね、その誤解して受け取るというかです、ね、多分その先入感があって、その先入感で聞くから、解釈にズレがあるのかなとは思いますし、あとまあ僕の言い方が悪いのかもわかんないです。えー、彼氏三人理論の重要なポイントはですね、 女の人は男の人3人と同時に付き合いましょうというこの部分がポイントではなくてですね 3番目の男枠っていうのをですね、作ってあげたらどうですかっていうですね。まあ、あの、そこ、途中部分なんですね。で、文句を言う人って大体3人同時に付き合いの部分に文句を言うんであってですね。えー、ちょっともう一回あの、追加説明します。まずその、えー、3人の男と付き合うというのは、1番目の枠にはですね、片思いの相手とかですね、推しのアイドルとかですね、スケート選手でもですね、二次元キャラでも好きなのを入れればいいんです。まあ、つまり1番目の男っていうのは、理想とか理想に近いとかですね、 自分がもう欲しくて欲しくてたまらない男ですね、えー、そうするとですね。2番目の枠には自動的に自分が現実的に付き合いそうな相手の中から一番良さそうな男が入ります。だいたい、まあ、です。女の人はですね。この理想の1番手です、ね。1番の理想と2番の現実の枠の中で考えたりですね。この,この枠でです、ね。あのまあ、悩んだりするんですけども、えー、とまこれね。人によってですね。この。 理想しか見えない人もいるし、ええー、現実がもうすごくすぐ現実にダメを出してっていうふうな人もいるんですね。実質この一人しか考えない人がすごく多いんですね。で、一人しか考えない人に、いや、理想の相手と現実の相手をあの考えるっていうのがこう普通の恋愛相談なんですけど、それではまだ足りないんですよね。 これをちゃんと考えるには3番目が必要というのが僕の彼氏3人理論なんですけども、3番手の男っていうのはですね、理想の男でもなくて、現実の男でもないんですよ。まあ、いて言うならですね、シャーなしというかですね、この男でもいた仕方なしとかですね、え、こんな男で妥協するの嫌だわ、それだったらつい、なんか男なんかいらないって言ってもっていう男のことです。つまり、何でしょうかね、あの、引き出しの中に入れてるソイジョイみたいな存在ですよ。 あの。<laughs> <laughs> <laughs> 今日の昼ご飯はんは、なんかこれ、本当はこれが食べたい。まあでも現実的にはあそこでランチかな。ええー、ええー、もう、もう、まあ、そんな仕事も振りかかってきた。ああ、もう、そういうょいでしゃーなしとかですね。ちょっとあの、甘いものだけでもしょうがないかとかですね。そういうしゃーなしですね。なんかそんな男の人なんのことなんです。もう、しゃーないから優しくしてあげたりですね。しゃーないから顔を合わせた時に挨拶だけするって相,相手いるじゃないですか。まあ、あのー、しゃーないからですね、仲良く会、仲良いふりをして会話してあげるとか。 理想な男であるわけがないし現実に付き合うとかも考えられないんだけどもしゃあないなと思う程度には嫌じゃないですね相手ですねそういう男にですね専用の3番目の枠を与えてあげてください設けてあげてくださいというのが彼氏3人理論のです、ね、一番大事な部分なんですよね。なんでかっていうと、世の中のの中大半の男は、おそらくその あなたが女性の場合ですよ。女性、あの、あなたにとってですね、理想の相手でもなければ、現実ので妥協する相手でもなくてですね、そんなにも入れないですね、パッとしない、持てない、なんか目立たない、えー、仕事ができるわけじゃなくて、なんとかこなしている程度の、本当に普通以下の男だと思うんですよね。で えっとね男っていうのはですねそのまああの本編動画で話した通りですね何か大事な目的を遂行するために自分の身を顧みずに働くために作られた血栓兵器なんですねだからそれをしている間はですねすごい幸せを感じるそのように、まあ、デザインされているまあまあまあなんか結構面倒な逆に言えば便利な生き物なんですでただしその命を懸けるに値する目的というのはですね社会とか人間関係の中からしか生まれない だから動画の中でですね孤立した男っていうのはほぼ確実に不幸になるっていう,ていうのはまあそのためなんですけども誰か 何かに命を確認に値する目的が与えられないまま待機を命じられている。待て待て今はその時じゃない。待てっていうふうに命じられ続けている。現状の男性はほとんどそうだと思うんですね。で、女の人はですね、そ,そういうですね、パッとしない男でも、さっき言ったシャアなしの男でもですね、シャーないなと思いながらですね、名前を覚え、 であげたりですね、ちょっとした世間話をしてあげるとですね、そんな些細な、そんな本当に些細なですね、関係の中からでも男は目的を得られる、得てしまうんですね。だからこれがストーカーが発生する原因でありですね、 同時にそれがその男が救われてですね、一生懸命働く。それは自分のために働いてくれるというですね、ことでもあるし、それはその男がですね、この世界に対して愛着を持つと。これが逆転するとこの世界に対して敵意を持つになっちゃうんですけど、この日常を守るために戦おう、働こう、毎日会社に行こう、えー、嫁は楽をさせて自分が働こうというですね、そういう意志が働く、まあそういう意志が湧いてくるんですけど、まああの、 ちなみにですね、あの、アイドルというかですね、女性アイドルっていうのはこのシャアなしな男の枠を有料で売ってる商売だと思うんですね。アイドルの握手会とかですね、あの、物販に並ぶファンっていうのはアイドルにとって完全にシャアなし枠なんですよ。だから、アイドルがファンのみんな愛してるよっていうのは本気なんですけど、それは3番目の男枠を作ってるから、本当に心の底から言えることなんですね。だから彼女たちはモテるわけなんですよ。 逆に言えばその女性がですねもっとモテたいなっていう風に思ったらこの3番目の男枠を作れば自動的にアイドル的な対応になってモテるという風に言えばなんかこう ちょっとでも皆さんに分かってもらえる、もしくはそういうふうな女性が増えて、世のですね、あの、無敵の男が減って、世の中が平和になるかなというふうに思うんですけどもですね。まあ、あとファンもですね、まあそこら辺は3番目の男という言葉では分かんないですけど、なんとなくこう納得している形だと思うんですね。で、まあ、それがですね、一つの産業として日本の経済の中でですね、えー、根を張って生き,生き抜いてるぐらいですね、シャーナシ枠っていうのが まあ枯渇してるんですけどね。本当にその枠が今いないと。あのー、まあねも、もちろんね、しゃあないと思われるくらいなら、そんな相手は必要ないというですね、考える男の人っていうのはまだまだ多いしですね、そういう気持ちもわからなくないんですけど、まあ、ただそういうですね、無駄というか自分を幸せにしないプライドの山を,あをですね、越えてですね、なんかその、 なんだろうね。 えー、シャーナシ仕枠を受け入れてえ、え、アイドルのですね、物販とか握手会に並ぶ男の人の顔って、基本的にちょっと幸せそうだからですね、本当にそれだけで男の人って幸せになるということだけは、シャーナシ仕枠に男の人を入れるっていうのは、男に対する侮辱でも馬鹿にしてることでもなくて、彼らを実はちょっと幸せにするんだっていうことだけ、えー、それだけですね、女の人に考えていただければありがたいと思います。えー、さて、えー、こっから先は有料のみという、 今日はないですがですね、あの、前兆版もチャンネル内のどっかに残ってるので探してください。あの、一応、公式の岡田都市アーカイブならばですね、そういう過去の動画探しやすい検索機能もついてますしですね、過去のですね、あの、全動画が見れますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまた、バイバーイ。